皆さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、100円ショップダイソーで買ってきたものが本当に少しだけあるので、そちらを紹介していきたいと思います。今日は2本更新するんですけど、それの1本目です。それでは紹介していきたいと思います。まず1つ目がサムネでも映ってたこれです。キラキラモールパンプキンオレンジパープル180センチってやつなんですけど、これね、後ろのここがね、ちょっと夏なんですよ、貝殻ついてたり。なのでこれを飾ろうと思って買ってきました。かぼちゃとかもこの棚に置きたいなと思ったんですけど、いい感じのサイズがなかったので、とりあえずこれだけ買ってきました。他にもね、全部で6種類ぐらいかなあったんですけど、雲のやつかこれかで迷ったんですけど、黒い雲とかねかかってたらね、さすがに自分的にもちょっと嫌だったのでこの可愛いパンプキンしてるやつを選んできました。あとはね、本当にねハロウィン色がほとんどないやつなんですけど、まずはこれです。定番のいつも買ってくる冷凍シートです。25枚入りの大きいサイズの方を買ったんですけど、これでメイクしてる時にこう指でアイシャドウとか塗るので、これで手を拭きながら私は使っております。あとはじゃーん、ポチ袋です。ちょっとポチ袋がいる用事があったのでこれを買いました。なんかもっとね、なんていうの、別に和柄とかじゃない犬とか猫とかそういうのを選ぼうかなと思ってたんですけど、もう全部ね花火とか風鈴とか夏のものばっかりで、これぐらいしか季節感があんまないものがなかったのでこれにしました。あとはですね、いとこの子供とめちゃくちゃ遊んでたんですよ。でもうすぐ2歳になるんですけど、そのね下に赤ちゃんが生まれたので、お母さん時間が減って、まあ、ちょっと寂しいかなと思って、まあ、クッキーでも作ろうかなと思ってクッキー型をね2つ買ってきました。こっちが可愛い抜き型4個組っていうやつと、親子クマっていうやつ、こっちがクマのこの全身の形のやつが3つになってるやつで、こっちが丸型と、あとウサギとアヒルとクマが入ってるやつです。これ可愛いなと思ってアイシングクッキーにしよっかなっても迷ったんですけど、まあチョコとかでね顔描いた方が、あでもチョコも食べれないのか、まあ、ちょっとならいいかと思ってちょっと顔描いてあげようと思って買ってきました。もう続行なんでね、私クッキー作りますかな。でそれまあ入れたり、あとはね普通に使おうと思って可愛くてこれを買ってきました。リトルバッグチューアニマルってやつなんですけど、ここにブルドッグが書いてあって、本当にこれ可愛いんですよ。ブルドッグじゃないの、パグかな。テトラ型にもこう三角形のあの型にもできるって書いてあったので可愛いなと思って買ってみました。まあ、お菓子入れるだけじゃなくて普通になんていうプレゼント入れたりするにも使えるし、結構可愛い柄が多かったんですけど迷ったんですけど、こちらの柄にしてみました。こんな感じです。本当にプチ購入品紹介っていう感じなんですけど、ハロウィンに向けてね、いろいろ雑貨なんかも買っていけたらいいなと思っている感じです。クッキー作りの動画なんかもね撮りたいなと思ってるので、まあ、楽しみにしててもらえたらなと思います。冒頭にも言った通り今日は2本更新するので、電話来てどこまで何を喋ったか忘れちゃったんですけど、そう、今日は2本更新になってて、9時21時にもう1本、ファンレターやプレゼントがたくさん届いているので、そちらのね開封といいますか紹介動画を上げさせていただきます。よかったら9時の動画もぜひぜひ9時の動画もぜひぜひチェックしていただけたらなと思います。1個目みんなで狙いましょう。それではチョコバナナでした。バイバーイ。